本日はアーツカウンシル東京主催のオープンフォーラムをご視聴いただきありがとうございます。本日のモデレーターを務めます文化政策研究者の大下義之です。先ほどの開催趣旨のスライドにありました通り、本日は芸術文化の仕掛け人にお集まりいただき、このパラダイムシフトですね、コロナというパラダイムシフトに何を考え、どう行動し、この脅威をチャンスにどういうふうに転換していったのかと、そういったことについてお話を伺っていきたいと思います。まずは簡単に私の方から本日ご参加いただいた登壇者の方をご紹介いたします。私から、隣に座っていらっしゃいます、のがですね、コンドルズのプロデューサー兼ロックスター有限会社代表取締役でいらっしゃいます勝山康治さんです。勝山です。どうもよろしくお願いします。でその隣がライブハウス四ツ谷天窓の須藤美沙さんです。はい、須藤美沙と申します。よろしくお願いします。そしてもう一人、ドミューンの宇川直弘さんがリモートで参加していただいてます。よろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうも。で本日はですね、2つのパートに分けて進行したいと思ってます。第1部では、3名の登壇者の皆さんにですね、自己紹介を兼ねたプレゼンテーションをしていただきます。その後第2部で3名そして私が加わってディスカッションを行いたいと思います。なお視聴していただいている皆さんですね、登壇者の皆さんへのご質問が概要欄に載せております、質問専用のフォームからご質問いただけますので、ぜひご活用ください。では早速始めてまいりましょう。まずはライブハウス四ツ谷天窓グループの所属、音響照明ブッキングスタッフの須藤美沙さんですね、はい、ピンクという愛称で、はい、たくさんのミュージシャンから役者の方にもですね親しまれているというふうにお聞きしております。今日は四ツ谷天窓というライブハウスで何を大切にしてきたのか、そしてライブハウスという場所の意味、ミュージシャンとの距離感とかですね、アーティストの思いとか、そういったことをお話しいただければというふうに思っております。ではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。高田馬場にありますアコースティック専門のライブハウス四ツ谷天窓という場所で PA 音響ですね、音響 と、ライブのアーティストさんのブッキングとイベント制作を行っております。須藤美沙と言います。四ツ谷天窓ではピンクっていう名前であだ名なんですけど、アーティストさんには親しんでいただいております。ちょっと四ツ谷天窓の紹介をさせていただきます。私の写真を写していただいてるんですけど、四ツ谷天窓はギターとかピアノの弾き語りで自分一人で作った曲を自分一人で演奏する弾き語りシンガーソングライターが中心となって出演するライブハウスで、キャパシティ60ぐらいで、ステージも多分皆さんが想像されるライブハウスよりも低くて、お客様との距離がすごく近いところで、想像しやすいように言うと拍手だったりとか、お客さん同士の反応だったりとか、感動して泣いちゃった時の鼻をすする音とか、そういうのが全部伝わってくるような距離感のライブハウスになります。シンガーソングライターさんのライブの他に演劇ですとか朗読とかミュージカル、落語、アカペラとか、このサイズ感と四ツ谷天窓の内装を利用していろんな方とお仕事をさせていただいております。私はここで音響をしながら、主に若手の女性シンガーソングライターのイベントを中心に制作を行っています。いろんなアーティストさんが出演されるんですけれども、四ツ谷天窓は若手の登竜門と呼ばれているアコースティックのライブハウスで、アコースティックの弾き語りをされる方はここを経由して大きくなっていくっていうイメージのあるところでして、四ツ谷天窓っていう名前にも、天窓を突き抜けて大きくなっていってほしいっていう意味が込められています。アーティストさんにとっては素敵なライブをする相手と共演することで、友達やライバルとか憧れの先輩と共演をする、そういう相手を見つける場所であったりとか、
とは自分に必要なことや強みを知るきっかけになるような学校みたいな場所だって言ってくださったこともあるんですけど、そういう場であったりですとか、あとは、まあ、私たちが受け口をすごく広くしていて、些細なことでもいろんな相談ができて、次につながる何かを一緒に考えていくっていう、一緒に進んでいこうというライブハウスです。で、ブッキングを主に行ってるんですけれども、ブッキングの際は音楽性を重視して、彼らが自分のライブに対する反省とかはもちろんしていけるようにしたいんですけれども、同じイベントを作る一人のメンバーとして、自分が次の人にバトンを渡すとか、相手のライブを楽しむとか、そういったことで共演相手を通して自分自身に感想を持てるっていうのを相乗効果としてできるように意識しております。で、さっき女の子の写真を写してくださったんですけれども、私がメインとしてイベント制作を行っているイベントとして、ピンキーガールズパーティーっていうイベントがありまして、これが私がピンクっていう名前でやっているので、ピンキーガールズパーティーっていう名前にしたんですけど、これが2017年の1月に初めて開催させていただいてまして、コンセプトとしては女性シンガーソングライターがたくさん出るイベント、女性シンガーソングライターがたくさん出るイベントは他にも持ってらっしゃるライブハウスが多いんですけど、私が女性目線としてまず一人目のファンとして私から見てかっこよくて強くて最高って思える人たちをたくさんの方に見ていただきたいっていうのが大きなコンセプトになってます。先に言ったように四ツ谷天窓はすごく親身にやっていきたいなと思っているライブハウスなので、ライブハウスのスタッフ側がまず第一のファンとしてこの人を推したいっていうのを思いっきり前面に出してやっています。そうですね、こちらもピンキーガールズパーティーの出演者さんの写真になります。ありがとうございます。で、コロナ禍の営業について今年の5月からは四ツ谷天窓自体も配信システムを導入して、今ここで見ているのと同じシステムを使っているんですけど、はい、それで、ライブハウスの音響照明を活用して無観客配信ライブとしてイベントを多くやってきました。で、その後7月以降はお客様の来場も再開したんですけれども、まあ、やっぱりお客様自身の都合だけで来場するかしないかっていうのを決めづらい状況になってしまったっていうのと、あとアーティストさん側からも来てほしいっていう集客を呼びかけることが難しいというか、来てほしいと気軽に言えない状況になってしまったこともあって、ご来場もありで配信も同時に並行して行うっていう風な営業の仕方をしていきました。先に触れたピンキーガールズパーティーも今年は3回やらせてもらったんですけど、3回とも無観客配信として、行ってます。ただライブハウスは私もライブハウスが大好きなんですけど、生の音楽を聴ける場所っていうのと同時に一緒に楽しんで共有するっていうところがすごく重要だと思っています。配信ライブにおいても音や映像などすごく工夫をして臨場感をすごく意識していて、アーティスト自身の演奏と合わせて四ツ谷天窓ができる四ツ谷天窓から見てアーティストさんにはこれが似合うとかここが美味しいとかって、そういうところをすごく知ってるライブハウスだと思っているので、運営側の熱も画面の向こうに伝わることを大切にしています。で、今日も YouTube のライブでコメントを入れていただいている方もいらっしゃるんですけれども、このコメントもすごく重要な役割を果たしていて、だからすごく嬉しいんですけど、一緒に共有する時間を一緒に過ごすっていう上で、お客様のコメントだったりとか、配信中のエフェクト投げたりとか、配信プラットフォームによっていろいろあるんですけど、そういう参加の仕方で一緒に空気を共有して体感するっていうことにすごくつながっているなと思います。お客様の中でも
もともと会場にお越しいただくのに地方だからハードルが高いとか、そういった方もいらっしゃいますし、これも見たいし、この人のライブも行きたいっていう人が今までもいたんですけれども、それが配信になるとどこにいても四ツ谷天窓のライブが見れる、これも見たいしあれも見たいっていうのを録画で叶えることができるっていうので、お客様にも楽しんでいただけてるなと思います。配信になるとライブとはやっぱり違うんですけれども、初めはすごくライブハウスで見るライブをそのまま画面の外に届けたいと思うとすごい葛藤があって、やっぱり臨場感そのものでは伝わらないなあというのがあったんですけど、配信は配信ならではスイッチングをしたりとか画面の映り方とかそういったものを研究して、配信はもう別ベクトルで映像として皆さんに楽しんでいただけるようにっていうのをすごく意識したので、配信映像もこれはこれでよしとして、私たちもアーティストさんや楽曲への理解度がより深まった時間だなと思いました。映像を今日一本持ってきたんですけれども、ここまで話したんですが、11月末で四ツ谷天窓が閉店してしまってそうなんです、ちょっと公式的に発表はさせていただいてて、そこに理由なんかもいろいろ書かせてもらっているんですが、閉店してしまって、今日は閉店の前最後の11月30日のライブの映像をアーティストさんに許可いただいて持ってこさせていただきましたので、こちらを見ていただきたいです。はい、お願いします。Fala teu
ンスだった。バーカウンターから受付、泉ちゃん、イエーイ。そしてカメラマン、ヒロ君。おいで、PA、ピンク。ありがとう。そして、店長、タイケ。このメンバーでお送りしました。笑って
本当今日はありがとうございました。またまたみんなで会おうぜ。はい、ありがとうございます。今見ていただいた感じで普段ライブを行ってまして、このライブはお客様も入れつつ配信も無料で行ったライブだったんですけれども、やっぱり私たちとしては目の前にいるお客様も配信でご覧になっているお客様もどっちも大切にしたいので、それを研究した上で今一番いい、これが一番素敵でしょうっていう配信映像を見ていただきました。これが、11月30日最後の日に出演いただいた河野圭介さんという、ピアノを弾いて歌ってた方が河野圭介さんという方なんですけれども、アーティストさんになります。河野圭介さんが以前、何年前かな、私が入る前なんですけれども、私が入る前に何年か前に四ツ谷天窓でライブをされた時と同じメンバーを集めてこの日ライブをしてくださったと店長から聞きました。ありがとうございます。はい、あ、で最後写真があります。ありがとうございます。四ツ谷天窓閉店してしまったんですけれども、先ほどお話しした通りアーティストさんとすごく近い関係性で、絆を深めてきたというか、私たちもアーティストさんを尊敬して愛していますし、アーティストさんにもすごく愛されてきたなと思っています。これが11月30日最後、先ほどの河野圭介さんのライブが終わった後のステージの写真で、壁に書いてあるのが今まで出演いただいたアーティストさんの11月いっぱいだけで書かれたサインになります。はい、こんな感じで四ツ谷天窓の紹介を終わります。ありがとうございます。はい、須藤さんありがとうございました。ありがとうございます。今お聞きしてて、キーワードとして、距離感っていうのがあったかなと思うんですよね。はい、そのアーティストとお客さんとの距離が、その箱が小さいということもあってすごく親密であるし、はい、さらに言うとアーティストとスタッフの皆さんもすごく距離感が近い感じがしましたし、はい、でまたスタッフの須藤さんにピンクっていうね、こう相性がついてるっていうのも、多分お客さんとスタッフの方もすごい近くいたのかなっていう気がしてますね。はい、で一緒の場、そして時間を共有していたという、そういうのが伝わってきました。ありがとうございます。でまた質問ちょっと後でさせていただきますので、はい、はい、次はですね、勝山さんです。はい、勝山さんは皆さんご存知、コンドルズのプロデューサー、世界30カ国以上で公演、 NHK ホール公演は秒殺で完売という伝説的な、コンテンポラリーダンスグループ、そのプロデューサーで、かつ、ロックスターの有限会社の、代表取締役ということで、さらにロックバンドも率いてらっしゃるという、非常に多彩なご活躍をされてますけれども、ぜひこのコロナの向き合い方とかですね、いろいろこうお感じになったところもあると思いますので、ぜひ活動のご紹介とともにそんなお話も聞かせていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。見てる方もそうですけど、このコンテンポラリーダンスって言われて、これ分かります？なんだか分かんないんですよね、みんな。でそれでも最近はちょっと市民権を得てきてて、なんかテレビとかラジオでもね、こういう単語が飛び交うようになってきたんですよ、ようやく、なんですけど、このコンドルズが始めたので1996年なんですけどね、この頃コンテンポラリーダンスなんてことは誰も知らなかった、で90年代の後半というのはコンテンポラリーダンスのね、カンパニーがいっぱい出てきて結構盛り上がりを見せ始めた時期なんですが、とはいえコンテンポラリーダンスはもうマーケットっていうかお客さんが少ないんですよ、もう本当多分ですけどね、昔の方がちょっと多かったんですけど、今ももう激減してまして、で多分ですが日本でねクリケットやってる人より少ないんですよ僕の主には。だからクリケット協会が2000人ぐらいいますので、おそらくそれもう見る人とやってる人足してもそんぐらいしかいないっていうジャンル。なんでこんなことになってるかっていうと、まずこう見に来たいとかいうことは分かりづらいと、コンテンポラリーダンスは
って、まあ、言われちゃうんですよね。で、まあ、分かりづらくてもアートってまあ本当はいいじゃないですか、うん、でも、まあ、コンドロズをやる上であたってはやっぱ僕はそれはね、あの本当はバンドやるために東京来たんですけども、たまたまコンテンポラリーに出会っちゃったんでちょっとここに肩入れしてるんだけど、まあ、面白かったからなんですよね、うん、でその面白さを広げる上でやっぱまあ僕らがやるコンドロズはその窓口になれないかと、あのコンテンポラリーアンスの、うん、ということで何をやろうと思ったかっていうと、その96年から、うん、あのとにかくポップ、うん、コンテンポラリーアンスをポップにすると、うん、の分かりづらい分かりづらいっていうんだったら、うん、分かりづらいことは分かりやすくするし、分かりやすいことは深くする、うん、で深くすることは面白くすると、うん、っていう三段論法で作品を作ってきたんですよ。で先ほどあの大下先生も言ってくれたんですけども、まあなんか96年からスタートして、うん、まあ紆余曲折はあるんですけれども、2005年には、まあ、あの渋谷公会堂の公演を速完させて、で、あ、すみません、2001年からかな、アメリカツアーを始めてまして、でニューヨークタイムズ紙が絶賛してくれたりとか、でそういうのがあったり、2005年に渋港を埋めるというこのコンテンポラリーダンスで渋港を埋めるっていうのは、まあ、ちょっとありえない出来事なんで、普通200人とかの劇場でやってるようなものなんですよ。で渋港って2000人ぐらい入りますから、しかもそれを速完させるという、まあ、ちょっとした離れ技をやって、でその後に、まあ、要するにそういうことになるとちょっと話題になるじゃないですか。でそれであのいろんなところのメディアとかね、あのレギュラー、あの皆さん知ってるんだけど NHK のサラリーマンネオのサラリーマン体操とかになったりとか、まあ、あとオフロスキーって今もやってますけど、オフロスキーのレギュラーを取ったりとか、あとラジオに出たりとか、でいろんな、あと情熱大陸に出たりとか、でそういうちょっと離れ技をやってのけて、まあそれでまあ何やってきたかというと、まあ、そういう感じで作品を作るんですけど、内容的には作品の、まあ、ダンスやって生演奏やって人形劇やってパフォーマンスやって映像やってコントやるっていう、うん、まあ、何でもありなんですけど、要は間口が広い、うん、でどっからでも入れるし、大体ワンシーン3分ぐらいなので、つまんなかったら3分待ってっていう3分後には何か面白いことまた始まるからっていうような作りなんですが、まあ、この作りのおかげもあって、あとね男性だけでやってる、うん、でしかも学ランを着てやってるっていう、まあ、非常に特徴のあるチームだったんですね。でこれ男性だけでやってて、こう今ダンスシーンでは、うん、まあ、結構当たり前なんですけども、96年の段階ではね、ほぼもう僕知ってるの少年隊ぐらいですよねあと光源氏とかそういう世界でしたから、もうそこから考えると、もうダンスグループで男子だけでしかもアートっぽいのやってる人ってまあいなかったんですね、うん、でなんでまあ目立ったっていうのもあるし、まあ、あと学ランを着てたっていうのも、うん、あのまあ、岸田さんとか大川工業さんとかいるんですけど、まあ、ダンスで学ラン着てやってるっていうのはちょっと、うん、おかしいんですよ、うん、でなんでかというと、学ラン着て踊るっていうのは踊りづらくしてるだけなんです、うん、あの普通の服だったらもっと踊りやすいんだけど、学ラン着るところ皆さんもね、男の方で学ラン着てたかって分かるけど突っ張るじゃないですか、うん、でもそれを着てわざわざやるっていうのは、まあ、トレードマークになるんですよね、うん、で元々は金がないから学ランでやろうって決めたんですけどもでやってるうちに、まあそれがトレードマークになったりして、こうアイコンが多かった、うん、あの学ランで踊る男子だけ、うん、でいろんなことへんてこなことやってるっていう、うん、まあ、この辺のキーワードがやっぱ強くてですね、うん、まあ、これまあ要するに口コミで広まるわけですね、うん、でそれでまあ集客がバーって増えていったっていう話なんですけども、まあ、そうは言ってもこれ僕らがどういうことやってるかって、やっぱコンテンポラリーダンスの一環でしかないので分かりづらいと思うんですよ、うん、なんでここでちょっとあのセレクトした動画を見ていただけると、ただしこれコントとか人形劇とかそういうユニークなコーナーがちょっとないんですけど、ダンス中心なんですけど、少し動画見ることできますかね。記憶の果ての果てまで目を閉じて旅に出る、どこにも行けやしない、体を置き去りにして、 Don't stayばかり選んでいた、それでも笑い合えてた、日々は二度とない季節
あ、すいません、あのこれあのいろいろ著作権の理由で曲僕の曲になっててすいません、あの宣伝のつもりじゃないんですけどね、あの本来コンドルズは割とあのロックンロール音楽で踊るっていうのが売りでして、まあ、あのダンス の,、ね、あのチームってやっぱダンスに踊りやすい曲をあの選ぶチームが割とイメージで多いんですけど、僕らはあえて踊りづらいロックンロール、例えばローリングストーンズとか、まあ有名どこでは、まあ、まあプライマルスクリームとか、うん、ベックとか、うん、あと、まあ、最近ではビリー・アイリッシュとか、うん、でそういったもので、まあ、ちょっとビリー・アイリッシュ踊りやすいかなっていう感じで、そこもまあ特徴的ではあったので、まあ、そういったところでやっぱり目鼻立ちが立つチームではありましたよね。で今回それでコロナになって、まあ、あの実は9月の5日に結構大変だった時期に、また渋谷公会堂ラインキューブ渋谷で公演を出していただいたんですよね。でこれがまあなかなかそのもろコロナ禍っていう感じでしたので、まあ、当然集客も 40% でスタートし、このもう鬼のような感染対策、鬼のようなもう何百万使ったか分からなかったんですけどね、だってあのガイドラインとか自分たちで作るんですけど、あの顧問の先生とかつけたんですよ、ちゃんと専門医の、あの有名な先生をつけて、専門医をつけてそれを全部見てもらったりとかして、もうあのいろいろこうマット買ったり消毒液買ったりみたいないろいろやって、 PCR 検査ももう何本やったか分かんないぐらいやって、まあ徹底した対応をして、あと看護師も劇場にちゃんとあの派遣してもらったりして、でまあやっぱここでやっぱその一つ大きな課題なんですけども、コロナのやっぱこの舞台芸術っていうか、そのなんかこう集客して何か今やろうとした時に、やっぱまずそこで一つスタンスが試されちゃうなっていうふうに僕は思っちゃって、でまあ1000人以上はね、いくらあのこの客席制限でも読みましたから、その人たちがやっぱ安全に見れなければちょっと舞台公演できないなっていうところで、まあお客さんにこう割り程度寄り添って安全を確保してやらなきゃいけないっていうことに対して、これからまあいろんな舞台がね今も行われてますけど、やっていくで、どの基準でやっていけばいいのかっていうのは、まあ僕らちょっと徹底しすぎたところもあるんですけど、むしろ自分で自分の首を絞めたんじゃないかっていうぐらいやってしまったんですけども、まあでもそこまでいかないと、なんとなくお客さんが劇場に戻ってくるっていうのはやっぱ難しいことになってきてるのかなっていう予感はしますね。でまあ、あと言ってしまえばそのコンドルズが、まあね、コンテンポラリーダンスという本当ちっちゃいジャンルなんですけども、そこでなんだかんだその成功できたのは、やっぱその中長期的なビジョンが最初からあったっていうのは、やっぱ3年先とか、ね、5年先を常にイメージして、普通舞台の、ね、人たちの傾向って、公演を活動のピークにしがちなんですよね。で公演を1年間って公演がピークだ、打ち上げだ、わーってそこでこう終わっちゃうパターンが多いんですけども、で僕はまあアーティストはそれ僕全然いいと思うんですけど、一応プロデューサーなんで考えてたのは、やっぱその公演っていうのをその団体の持つイメージの最大の宣伝活動っていうふうに考えたかったんですよね。なのでそうするとどうなるかっていうと、一つの公演が終わった後のイメージが次の公演につながなければ意味がないと、ここが点と点ではなくて、ここが線にずっとなってて、3年後ぐらいに目標をパンって、例えば渋谷公会堂でやりたいっていうふうに作っといて、ここに向かうための公演が3年間あるっていう作り方をしたんですよね。でそうするとおのずと作品を作った後にお客さんがどんなイメージを持つか、どんなことをみんなに口コミで広めたくなるかっていうことを考えて、もちろんアーティストはもちろんこうやって作りたいって言うけど、申し訳ないんだけどここはこうしてくれっていうディスカッションをしながら道を作って、一個一個成功させてきたんですが、これやっぱコロナ禍で一番ちょっと 困るっていうか難しいなっていうのは、この中長期的ビジョンが組みづらい、やっぱ点と点になりがちになっちゃってくるんじゃないかなという、今後の活動が要するに状況が変われば公演が打てなくなるケースもありますし、公演を通ったらすごい予算がコロナ対策でかかっちゃったりするとかってなると、この点と点をつないでいくのが非常に難しくなっていく。でここはまあ僕も今すごい悩んでるところですけど、でここはまあそうですね、もっともっと熟考して考えていきたいし、でいろんな、ね、コンテのアーティストと話していい答えを見つけたいところですよね。でまあ、あとその対策としては、まあ僕らもその全然もうささやかなものですけども、6月の1日からそのまあこう SNS とか使って、まあ、ICT とかもないので、一応毎日コンテンツを配信するっていうのをもう無理くりやってるんですよ。でも全然ダメですよ全然ダメダメなんですけど、ただこれ、まあ、トライしたいことにはもうちょっと何も変わんないなっていう、なので、まあ、今それやってみて見てもらって、いろんな人に見てもらうんですけど、特に若い子とかの反応を聞いて、ダメだったら、あ、すいません、ちょっとこれダメなとこ教えてもらっていいですかっていうのを、まあ、真面目に割と低姿勢でやるっていう、こう割とこう一応うちも舞台業界ではそこそこ名前が出てきちゃったので、まあ、あぐら書きがちなんですけど、まあ、これ書いてたらもう終わりじゃないですか、多分今の状況で。やっぱそちらのこうやっぱ舞台業界じゃないその動画とかそういったところにやっぱ勉強させていただきたいと、でいうのは、結局その舞台でやってることとかをそのまま動画に載せても多分これ全然ミスマッチで何の反響も起きないんですよね。
ってことは多分舞台でやってる何かコアなエッセンスを抽出してそれを動画をやるために何かこうアレンジしていかない限りはあのお客さんに届かない。で届かないってことはイコールじゃあその後舞台をやるときにあのお客さんが来てくれないっていうパターンになってくる。で感覚としてはあのその前までっていうのはやっぱ配信とかそういったもので舞台の人たちにとってはおまけだったんですけど、まあ今僕らがすごい考えてるのはその配信は本番だと思うっていう一回一回の配信が舞台の本番と同じ価値観でやらないかっていう等価値にしてこうよっていう話で、もう下手すれば生の舞台が動画の配信のオフ会になってもいいよっていうぐらいの気持ちでやらないとやっぱちょっとこの状況は打破できないというふうに考えてはおりますね。まあ全然ダメダメですけどね、やってるまだまだ全然数も伸びないしっていうところをまあやっぱ今一番難しい課題になっちゃってますよね。はい、まあ、大体そんなところですか。はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとこのコロナに向き合う課題とかですねチャレンジの話はまた後でちょっとじっくりまたお聞きしたいんですけれども、今の勝山さんの話それからその前の須藤さんの話でもすでに共通の点としてそのライブと配信っていうのはもう別物で、かつてはもしかしたら配信でちょっと下に見られたかもしれないけどもはやちょっとその重要性っていうのは極めて高まってきてると。でライブをそのまま流せばいいってものでもないという、なんかまた違う別物としてこの方法論をちょっと作っていかなきゃいけない、そういうタイミングに来てるっていうのがなんとなく見えてきましたね。まあ音楽は全然可能性あると思うんですけど舞台はちょっと難しいかなと思いますね、はい。で、まあ、中長期的なビジョンの話もですねちょっとまた後でちょっとお話ぜひ突っ込んでいければと思います。あと先ほどあのライブ映像の中で図らずもというか勝山さんの歌声を、はい、お聞きすることができて、なんかこうイギリス あのギターポップみたいな感じがすごく僕はしましたけどねはい、影響をもろに受けてます、はい、うん、オアシスとかそういう感じです、気持ちはねそう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 、すごく素敵でした。ありがとうございます。あと個人的には僕もコンドロズ好きなんですけど、僕は実はコンテンポラリーダンス業界のドリフターズというふうに呼んでいてですねもう光栄です須藤さん知らないかもしれないけどねドリフターズはい、いつも同じことやってるんですよそこが大事なんですけど ね水戸黄門みたいな感じです、ね、そうです、いつも同じお約束がある、はい、あと一方で特に近藤さんのダンスなんかはなんていうかなこう非常に伸びやかでいながら僕ね切なさを感じるんですよ。なんかこうああいう切なさを表現できるダンスってあんまり日本に他にないんじゃないかなって気もしてました。なんかプライベート辛いんですかね男の背中がちょっと男の背中を感じる、それはさておきですねはい、すいません、お待たせしました。3人目のプレゼンテーターはですね宇川さんになります。映像作家にしてグラフィックデザイナー、それから VJ でさらに大学教授でもあるというですね、で肩書きが現在美術家なんですよね。現代美術家じゃなくて現在美術家というふうに本当に現在ですね、はい、多岐にわたる活動をされています。で皆さんご案内の通りドミューンの、出演者であり仕掛け人でありプロデューサーでもあるというですね、このドミューンの話も含めてですねぜひちょっとプレゼンテーションをお願いしたいと思います。そうですね、よろしくお願いします。今見てもらってるのがスタジオなんですけどね、ここ渋谷パルコ9階に今僕がやっています。見えますか？見えてる？あ、見えてる、 OKOK で、なぜここにいるのかというと、もう10年前から実は自分の表現軸をライブストリーミングに、していまして、さっきのお二人のプレゼンテーション、大変興味深く聞かせていただきました。多分僕たちとはまるっきり、逆の方論で、フィジカリティの側を、今この中において、いかにライブストリーミングで見せていこうかっていう実験をされている方々だと思いました。で僕はむしろ逆で、2010年のソーシャルメディアの夜明けって言われた時期からライブストリーミングをメインにずっと活動していたチャンネル兼スタジオなんですね。で、まあ、その頃っていうのはご存知の通り、そのあれですよね、ツイッターか、Facebook がようやく世に浸透してきたってこともあったので、 SNS の夜明けなんて言われていた時代でしたね。ちょっとなんか今日はの2つの講義のどちらをしようかって思ってたんですけど、黎明期から遡っていく方をまずは
お話ししたいと思います。じゃあちょっと画面を共有しますね。からね、映ってます。 OKOKOK、はい。これがまあ僕らがやり始めた時代の2010年のドミューンの、ホームページなわけですね。でここから、まあ、2010年3月に開局したんで、ここからずっと山ごもり修行みたいな感じで、あの地下にずっとこもってライブストリーム続けてきたわけなんですよ。まさにスペースをかけながら、その引きこもりながら地下に、やってきた。でキャパ30人の、スタジオだったわけですね。さっきあの番組さんにあの出演されて、ライブハウスのキャパシティが60人とおっしゃってますけど、ここキャパ30人だったんですよ。でそれをスタジオにして、配信をしていたわけですね。こんな感じなんですよ。狭いでしょ。ここフロア、あの僕のサイズ見ていただければ、写真変わってるの分かります？見えてる。あ、見えてる。 OKOK。 あのこんな感じで、あの自分自身のサイズ見てもらえたら分かるんですけど、ここがあのフロアで、手前にちょっとした踊り場があって、そこも含めて30人ぐらいのキャパだったわけなんですね。で、まあ、こんな感じでそこから、これもちょうど10年ぐらい前ですけど、デニス・ボーエル、あれですね、ダブの発明者のうちの一人のデニス・ボーエルが UK から来た時 の、 あのパフォーマンスだったり、まあ、こんな感じでこれ、モニカ・クルーゼっていうドイツの DJ ですけど、こんな感じで海外からアーティストが来たら、あのみんなドミ、これ坂本龍一さんと目指しっていう超レアな写真ですよね。あの海外からアーティストが来たらみんな立ち寄るみたいな、スタジオだったわけですよね。で日々ここから毎日毎日配信を繰り返してきたわけです。初期の頃はユーストリームを使っていました。 今みたいに YouTube ライブがまだなかったし、あのシナナライブとか TikTok みたいなあのリア充のストリーミングサイトもなかったので、当時はユーストリームかニコ生だけだったんです、10年前。こんな感じでユーストリームを使って配信を僕らはしていたわけですね。で、まあ、この極東のスタジオから69万人の全人類に捧げて、ファイナルメディアとしてストリーミングをやってるっていう意気込みで当時はやっていまして、現在までになんと1万時間、の配信を繰り返してきてるわけです。まちゃん、これロゴにできる？後ろどんどんどん。はい。で、だいたい5000番組60時間の配信をこれまでしてきてるわけですよ、2010年から。まあ、これどういうことかって言ったら、まあ、自分たちは出版と広告、これジェフ・ミルズですけど、広告っていうその概念とかフォーマットが破綻していくこの現代において、ライブにおける動画配信の実験を重ねながら新しい視覚コミュニケーションの可能性を模索しようと、そういうコンセプトから始めたわけですね。だからちょうどその当時っていうのはスタジオボイスもなくなったりして、あのあとは広告批評も、エスクワイアも廃刊になって、言ってみれば自分が書いていた、自分は書き手でもあるんですけど、書いていた紙メディアがどん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 廃刊に追い込まれていた。それを、なんとかして自分の手で新しいメディアとして、動画メディアとして、ストリーミングすることができないかという実験を繰り返してきたわけですね。で、自分たちの、あ、これ画面共有されてます？されてますよね。されてます。自分たちの名前の由来っていうのが、コミューンから来てるわけですよ。これも当時の60年代のヒッピーコミューンの写真を、今見てもらってるわけなんですけど、こういった形で、ファーストサマーオブラブの時代、1967年から8年あたりの、そうですね、あのコミュニズムがすごく可能性を秘めていた。つまり小規模な社会共同体があの社会を変革していくんだっていう、サイケデリックカルチャーの時代にあった言葉だと思うんですけど、そのコミューンのネクストステップであるドミューン、だからこそ C から D へっていう発想で、あのドミューンは作られたわけですね。でこういった形で、これティモシー・リアリーが真ん中にいますけど、あの当時っていうのはこう、集団で集まって、そしてここであのなんだろう、広場に集まって人間同士が身体的な交流を形にしていく上で、さまざまな社会変革を起こそうという運動があったわけなんですけど、そういった形で
ドミューンも実際に訪れるオーディエンスの身体的な、コミュニケーションですよね。僕たちDJ 配信もしてるんですけど、それと、それを覗き見るラップトップから覗き見るビューアーたちのバーチャルな、ウェブ上での意識交流を、核として、そんななんか入れ子の共同体っていうイメージでドミューンっていう名前にしたわけですね。こういった形でそのって言葉自体はヒッピーズムの限界に直面した70年代半ばにトラベラーとかニューエイジが台頭してきて、あんまり使われなくなったんですけど、自分たちはそのコミュニケーションをいかに形にしていくかっていう意味合いにおいて、当時 SNS が広まりだした2005年ぐらいから、その日常会話にあまり登場しなかったコミュニティって言葉が広まったってのもあったんですけど、それと同時にオフ会ってことも広まったわけですね。そのオンがじゃあ、オンラインの世界で、オフが現実なのかっていう、この矛盾っていうものをどう自分たちで解釈していこうかっていうことで、足りないのは身体だっていうふうに、気づいたわけですよ。そこでやっぱりダンスが重要なんじゃないかってことで、僕たちはダンスフロアを、世界にの側に開放していくっていうプロジェクトを立ち上げたわけですよね。だから2010年のライブストリーミング黎明期、すごいカオスな状況の中で、自分たちはストリーミング今10年それを重ねてることなんですね。で、まあ大体1日に1万人ぐらいが無料なんで、配信っていうのは、1万人ぐらいが見て、多い時では、まあ、10万とか6万人とか平気で、見れるようなチャンネルには成長してるんですけど、このカオティックな状況がこの10年だったんですけど、ここに来てコロナ禍で、エンターテインメントが全てオンラインに避難してきたっていうのを思ってるんですよね。ただこの10年前から続くカオスな状況っていうのはまさにこれだったんだと思うんですよ。これがコミューンで、ヒッピーカルチャーの写真で、これはじゃあ果たして何なんだって言ったら、これはね、新橋で、1万2000人で27インチ の、 街頭テレビを見てる写真なわけですよ。ほら、こんな感じで。やばいですよね。で、写真を見たら、ヒッピーイズムの西海岸の60年代の写真と、新橋の1955年、から60年にかけての写真というのはすごい似ているわけですね。広場に人が集まって一つのことに集中してコミュニティを作ってるっていう現実ですよね。こういった形でこのテレビの黎明期っていうのはどういう時代だったかって言ったら、もう番組も生だったし、ドラマも生で CM も生の時代なんですよね。まだビデオのテクノロジーっていうものが広まってなかったってこともありまして、何でもありの黎明期だったわけですよ。まさに今のストリーミングの状態とかなり近いんじゃないかと思っていたわけですよね、この10年は。で、コロナ禍において一気にインターネットがマス化していくんですけど、つまりこういった形でそのまだまだ実験の違いがあるメディアだったわけですね、はい、こういった形で街頭テレビは広まってきたわけなんですけど、まあここを1955年見てもらえたら分かるんですけど、国鉄の新橋駅1万2000人で27インチを見る分数、左右にこう分かれてますよね。だから2台の27インチのテレビを、新橋で見てる写真がこれなわけですよね。すごいですよね。もうほとんど見れてないと思うんですよね。でアンプリファイして音を拡大して、みんなで聞いてるんですだと思うんですけど、もうテレビっていう何でしょう、魔法の箱自体がめちゃくちゃ新しかった時代だったわけですよね。つまり毎晩ドミューンってこういう状態だと思うんですよ。これ1万2000人が見ているんですけど、ドミューンって大体1万確実に見る人いるので、そう考えたらドミューンの、タイムラインっていうのはまさに毎日 SNS でこういう状態なわけなんですね。で、次の写真見てもらおうと思うんですけど、これ何かって言ったらまさに今の渋谷なんですよ。今の渋谷のシリンダーサイドビジョンですよね。これ見たことありますよね、皆さんね、このモニターね。で、これってもう全然通行人の数は増えていて、通行量が30万人なんですよ。で、休日で40万人。絶え間なくここを行き交う。で、これでもね、モニターを見てるかどうかって考えたら怪しいと思うんですよね。もう皆さんの目線見ればわかると思うんですけど。ほとんどの人がモニターを見ていないという現状がありますよね。で、こういった形で
なんでしょうね、テレビメディア、そして街頭メディアのシーンっていうのを見てもらったんですけど、ここに今インターネットが入り込んできて、テレビっていうメディアがもうちょっと言っては悪いかもしれないですけど、オールドメディアとして完全に、オールドメディアになり下がってしまったっていうことがこのコロナ禍によって分かったんではないかと思うんですけど、宇賀さん、街頭メディアとして、宇賀さん、はい、あ、もう10分経った。結構経ってるかもしれないです。結構経ってるんで、やばい。どうしようか。まだまだこれ倍以上あって。倍以上ある。あ、じゃあもうここで止めましょうか。そうですね、ま、ちょっと一旦止めていただいて、ちょっとはい、これからお三方にちょっと質問をちょっとさせていただこうかなと思うんですけど、うん、その中で補足的に説明していただく形でもよろしいでしょうか。あ、大丈夫。はい、実は今から紙芝居の話をしようと思ってたんですけど、紙芝居それも興味深い。そうそうそう、まあ大丈夫です。ちょっとじゃあ一旦共有停止しますね。はいはい、はい、戻りました。はい、ありがとうございます。どうも、こんにちは。いや、でも先ほどすごい興味深いお話でドミューンがコミューンから来てたっていうのは初めて実は知りました。 ありがとうございます。でしかもティモシー・リアリーっていうレアな名前をここで聞くとは思わなかったですねまあ、サイケデリカルチャーにおいてはティモシー・リアリー重要だと思うし、今ソーシャルメディアが求めているものっていうのは現実 の, そのフィジカルなパフォーマンスができないから、 AR とか VR の世界っていうのがすごい注目されてるんですけど、まあ、60年代にティモシー・リアリーがサイケデリック革命で考えていたこともそういうことなんですよね。だから現実から、逃避した別世界をいかに演出していくかってことだったので、それが形を変えて今 VR とか AR クロッシングリアリティっていうものに変わってきてるんじゃないかなと思います。はい、サイケデリックカルチャーの教祖で、まあ、LSD の普及者でもあり、そうですね、いろんなロックバンドと組んでヘンテコリンなレコードも出してます。そうです。LSD って合法だったので、当時はまだまだ研究の余地がある薬だったんです、はい、そうですね、精神疾患の患者とかに、ね、はいはいはい、その話も興味深いですけど、だんだんアーツカウンシル東京っぽくなくなってくるのでちょっと本来のテーマに戻してみようかなと思ったりもします。はい、宇川さん、プレゼンテーションありがとうございました。で、お三方にですね、改めてお聞きしたいのはですね、すでにプレゼンテーションの中でも触れていただいている部分はあるんですけれども、やはりこのコロナということで、まあ、皆さん方それぞれの活動に対しても大きな影響があったという中で、まあ、課題とチャンス両面あるのかなというふうに思ってます。で、まあ、課題の部分ですね、まずお聞きしたいのはで、先ほどちょっとお話もいろいろ出てましたが、まあ、他のお二人のお話も聞きながら改めて、自分が関わっている活動領域におけるこのコロナというものの課題というのをですね、もう一度整理する形でお話しいただければというふうに思います。順番は先ほどのプレゼンテーションの順番で参りたいと思いますので、まず須藤さんからお願いします。はい、ありがとうございます。課題としては、私が関わっているのは主にはライブハウス、ライブを、音楽のライブなので、そうですね、今会場側でご来場いただける数っていうのを制限しているのがまず一つなので、たくさんの人と一緒にライブを共有するっていうこと自体が難しくなっているので、それがまず一つ、まあ、単純にお客さんをたくさん呼ぶことができない、入れることができない、で呼びかけることができないっていうのと、あとはライブハウスに来ても声を出したりとか、うちは基本シッティングなんですけど、大きなライブハウスでバンド箱とかだったら一緒にもみくちゃになって楽しむっていう、そういう楽しみ方を制限されているので、それに対する、それがなくても、お客様に楽しんでいただける方法っていうのをアーティストさんも私たちも課題として考えています。そうですよね、はい、ライブハウスの魅力っていうのはもともと密であるということが実はあったわけですもんね。 うん、その密であることがダメだというふうにされた時の確かに新しい楽しみ方というのはね、これから考えていかなきゃいけないかもしれませんね。はい、でちょっとその先の展開はまた後でお伺いしたいと思います。はい、じゃあ勝山さん、お願いします。課題について。はい、
まあ、今日出るってことでさっきにわかで調べてみたんですけど、あの経産省のデータ見たんですけども、あの産業活動指数ってあるじゃないですか、であれがなんかあの要するに音楽芸術の興行っていうのが、うんうん、2015年を100とすると、うん、2020年の1月って 117.4 らしいんですよ、うん、なんだけどコロナ禍になって8月、うん、これ 13.8 なんですよ、うん、もうこれ壊滅的っていうか壊滅ですよね、うん、ほぼ、うん、でこうなった時にただでさえこの僕コンテンポラリーの話をしますけど、非常にマーケットの狭いお客さんの少ないジャンルになってくると、これじゃあみんな何やり出すのかなって、まあ舞台業界全般にももうすでに傾向出てますけど、危険が2つ僕あるなと思ってまして、1個目がねチケット代の高騰なんですよ。これも間違いなくもうすでに起きてるんですけども、例えばプラス5000円でやってるところとかもありますし、まあ、もう半分しかお客入れないから、まあ、もちろん収益大事ですから、そうなってくんですけど、これって結局その見ることができる富裕層と全く見ることのできない人の、まあ、大げさに言っちゃえば観客の分断ですよねっていうのが生まれると、じゃあアートって何のためにあったのかなみたいなことを考えちゃう。でそれでやる方としても要するにどう選択を取るか、要するに金持ち寄りのアートをやるか、うん、こうこう市民に寄り添うアートをやるのかっていうのは意外と大事です。もちろんそこの中間がいてもいいんですけども、まあ、うちは中間を狙いますけども、ただここはかなり厳しい選択が、特にコンテンポラリーみたいな、ね、あのたださえ市場が小さいところだと迫られてきちゃうだろうなという読みと、あともう一個はよく言われてるんですけども、もうジャンル自体が解体するんじゃないかと、もう元々小さかったところなの でそうなっていくと、まあ、要するに、まあ、もう舞台じゃ食えないとか、まあ、いろんな人が出てくる、まあ、すでに出てますけど、そうなった時に難しいのが、要するにそのアーティストがねどういう道を選択したくなるのか、しなきゃいけないのかっていうと、もう振り付けの下請け業者になるか、アーティストになっていくかのどっちかになっちゃう危険も感じ、まあ、大げさに言ってますけど、ただこうやっぱ下請け業になって、例えばああいう芸能人に振り付けしたよとか、あんな芸能人と一緒にやった踊ったんだみたいな、そういうことがこう自慢していく人になるのか、やっぱアーティストって、まあ、あの結局作品作って観客に、まあ、とか社会に何らかのインパクトを残す、まあのが仕事、まあ、あえて仕事と言いますけどだと思うんですけど、ここの選択もまた迫られてくる予感がちょっとしているんですよね。でもちろん今度は同じように、まあ、さっき言ったようにまた中間を狙いたいんですけども、ただここの選択がコンテンポラリーに関わってる人たちのこれからの大きな課題にならざるを得ないなっていうのはちょっと感じますよね。なるほどね。あの2つ今大きな課題というか危険という言葉で指摘していただきましたけど、生き残れるジャンルの下請けになっちゃうという、そういうことですね。あともう一つは、まあ、分断というふうに勝山さんおっしゃいましたけど、まあ、格差問題ですよね、はい、確かにこれはあの多分あの舞台芸術だけじゃなくて他の例えば展覧会とかその他さまざまな分野も同様かなという気がしてますね。まあ、一見こう便乗値上げ的な形を取りながらそれが高級化してしまうと、そうですね、戻らないんですよね。はい、宇川さんいかがでしょう、このコロナということでの課題ということで改めてお話をいただければと思います。あのね、これ結構複雑な問題いろいろ抱えてるんだと思うんですけど、まあ、このね感染症のパンデミックはね、あのコロナだけではなくてこれまでも、まあ、例えばあのペストが流行したりエイズが流行したり、さまざまな数が、社会に影響を及ぼしてきて、社会というか、まあ、人類に影響を及ぼしてきたわけですよね。でそのことをねドミューンで調べる、何をすべきか番組とかも僕らやってるんですけど、やっぱり決定的に今回のそのコロナあのバイルスがまでのパンデミックとは違う、コロナ禍は違うという理由何かっていったら、やっぱりグローバル化によって、急速に進化した情報社会の中で起こったパンデミックだということだと思うんですよね。インターネットの、ネットワークがきちんと理解された上で起こるパンデミックは初めてだってこともあるので、形でそのインフォデミックな風景っていうものを垣間見せてる、その鎖国的な世界が現出してるっていうふうに、語ることがあると思うんですよ。だからこそエンターテインメント、今回はその密になることもダメであるし、ソーシャルディスタンシングを保たないと、芸術活動というものはできないという前提があるので、そういった形でそのエンターテインメントは急速にオンラインの世界に自由を求め始めたわけですよ。だからあのこの皆さんの、プレゼンテーションもやっぱりそのことだったと思うし、僕たちも数年前から偶然やっていただけで同じステージに立っていると思うんですけど、
エンテテメントが、オンラインの世界に自由を求めることによって、さっきコンドルズの方が問題意識と提示していたそのアートっていう概念が守られていくんだっていうのは、これはねすごい微妙なところで、何が微妙かって言ったら、インターネットがもうコロナによってマス化してしまったからなんですね。マス化してしまったってどういうことかって言ったら、動員至上主義の世界に、かつての非文明会議っていうものがコロナでかなり一掃されたような気がするわけですよ。で、それは何かって言ったら、メジャーな人たちも、アンダーグラウンドの人たちも、みんな、インターネットの中で活動ができなくなったからですよね。例えば、オンラインライブとか、テレワークのコンサートとか、無観客ライブ、あとは VR とか AR とか、まあ、メタバースとか、オンラインデモとかまでも流行りましたけど、そういった猫も尺子もインターネットの世界に活動場を移行していって、言ってみれば世の中がドミューン化したわけですよ。で、この中で、まあ、何が問題なのかっていったら、ズームが広まることによってビデオコミュニケーションのプラットフォームが広がって、まあ、ビデオ会議とかそのウェブセミナーとかで使っていたものが、これがもう全てのコミュニケーションの、ステージになってしまって、もうあらゆるアートフォーマット、例えば演劇もですし、映画だってそうですし、ライブだってそうですし、トークショーもテレビも記者会見もすべて、何もかもがやっぱりそのズーム的なレイアウト、スプリットスクリーンのレイアウトに、形にされて、そこに押し込まれて、例えば映画なんて120年以上歴史があったし、演劇なんて紀元前5世紀から歴史があったわけですよね。で、テレビさっき見てもらったように1950年の本放送があったんですけど、全部が飲み会も対話も何もかもが会議も全てが Zoom っていうクラウドミーティングのステージに上げられてしまって、全ての金が崩壊した。さっきおっしゃっていたジャンル別になっていくっていうのはまさにそのことだと思うわけですよね。例えば劇団ノーミーツがやっている Zoom 演劇と映画の違いっていうのはどこにあるのかっていうこととかを考えていないと、それぞれの本質が見えない時代になってしまってるんじゃないかと思います。はい、はい、ありがとうございます。世の中がドミニオン化したってのはすごくいい表現だなと思うんですよね。確かに2010年の時点ではなんかすごくこうオルタナティブで表現のしようがないこうメディアだったと思うんです、ドミニオンっていうのは。そうです。それがなんか図らずもこのコロナで時代がそのドミニオンを再発見したというか、ドミニオン化しつつあるということですね、まさにね。はい、非常にちょっと不思議な状況になってるなという気がします。はい、で、まあ、今お三方にですね、このコロナというものに向き合った時の課題という話をしていただいたんですけど、一方でこのコロナに向き合う経験から、まあ、チャンスも見出されているんじゃないかなというふうに思います。まあ、先ほどのプレゼンの中であったそれぞれのこう展開というのがまさにそのチャンスの現れかなというふうにも思うんですけど、改めてこのチャンスという観点からですね、どんな方向性が今後ありうるのかなというところをお三方からそれぞれお聞きしたいと思います。また同じ順番で須藤さんからお願いします。はい、勝山さんと宇川さんの話を聞いていても思ったんですけど、本当に生のものと映像のもの、オンラインのもので、何が違うのかっていうのがすごく考えさせられる時期だったので、ライブハウス、音楽をやるものとしてもそこを意識しましたし、アーティストさんもすごくその動きがあって、生のライブだからこれをやる、配信だからこれをやる、家だからこれをやるとか、ラジオだからこれをやるとか、いろんな方向性を自分で考えて自分でプレゼンするようになったんですね。そういうことって今までライブハウスに来たらライブハウス側で一緒に考えて、でライブハウスでやるライブを一番いいものにしようと今までだったらしてきたので、そうじゃなくて、オンラインでやれる、オンラインだからこそできる、オンラインでやるから楽しいこと、ライブハウスのおまけじゃなくて、違う見せ方と自分の魅力の出し方みたいなことを
まあ、私たちもですけどミュージシャン自身が考えられるようになったのは、うん、おそらくこの状況にならなければなかったことだと思うので、うん、それがチャンスかなと思います、うん、そうですよね、うん、多分このコロナ以前っていうのを、まあ、ちょっとこう改めて思い返してみると例えばライブハウスという場であったりとか、うん、まあ、舞台という場であったりとかそういうチャンネルがしっかりしていてそこにそれぞれ専門のスタッフもいるしある程度アーティストミュージシャンはお任せする形で、自分たちはこう、演奏とか公演な、まあ、演技とかに専念してればよかったわけですね、うん、それがこう、うん、いきなりこう配信とかそういう世界に向き合わなくちゃいけなくなっちゃってそこには誰もこう今サポートしてくれる人あんまりいないという状況の中でセルフプロデュース能力っていうのかな、うん、自分で自分のことを考えていかなきゃいけないっていうことにすごく直面させられてるような気がするんですよね、うん、あ、まあ、あとうん、なんだろう自分で自分のことを全部しなくちゃいけないっていうことっていうか結構これを楽しんでらっしゃる方もいて、うんうん、私たちから見てもお客様から見ても歌って曲を作る人っていうのは明らかなんですけどそれ以外にできることって今まで知らなかった部分が見えてきたりとか、うんうん、なんか例えば自分で使ってる機材を自作してる人とかその様子を配信に載せてたりとか、うん、今まで表に出してなかったけど音楽やりながら絵を描いてる人書道をしてる人とか、うん、そういったものを表に出してる人とか、うん、それはライブハウスで今まで会う時間では見られなかったことなので自分がどういう人かっていう表現をさらにするようになったというか、うん、そうですね、自分自身の棚卸しみたいな感じで、ね、改めて自分は何が表現できるのか伝えることができるのかみたいなのはね、うん、そうですね、皆さん考えてるんでしょうね、うん、はい、じゃあ勝山さんいかがでしょうこのチャンスの側面ということで、はい、まあ、大きく分けると僕2つなんですけど1個がこれコンテンポラリーダンスというまたジャンルにある程度限定するんですけど、はい、すごくこれシニカルなことを言いますけどね、うん、いい意味でコンテンポラリーにかかってる人たちがお金がなければ舞台はできないってことに気づいたこと、うん、要するに結局こう助成金を取ったりとか、うん、集客をちゃんと入れていかないと舞台の活動って続けられないよねってことにみんなが意識をちゃんと持ってた、うん、なんとなくねその趣味的にやってる人もものすごい多いジャンルですので、うん、そうじゃなくてやっぱやっていくにはやっぱいろんなことにお金がかかってしまうってことも気づいて、うん、それを自分たちで何とかしなきゃっていう自立心が生まれたのはこれ僕は実はいいことだと、うん、ほら、文化庁とか出していただいてもああかもんですけどああみんな一生懸命応募してるわけですよ、うん、でそれで初めて知ったという舞台の作り方がっていうのを学んだことは大きいかなとは思いますよね、うん、で、うん、もう一個はこれチャンスっていう言い方がすごく失礼だし良くないんだけど、うん、やっぱ昨今のニュースを見ててもなんかこのね、うん、やっぱ例えば昨日もやってましたけど高齢者夫婦の自殺とか、うんうん、まあ、例えばこう女性の自殺率がすごい上がってるとか、うん、そういったニュースが結構出てくるんですけどね、うん、でこれってやっぱコロナだから起きたことじゃないじゃないですか、うん、ずっとあったんだけどコロナで初めてあらわになって世の中に知れ渡った問題っていうものが結構いっぱい出てきてることにみんな改めて発見してる気づいてるっていう状況になってますよね。でこれはなんとかせないかんと、うん、でコンテンポラリーダンスってそういった生活のところに密着したアートになりうる可能性が常にあるんですよ。ワークショップが強いですよね、うん、コンテンポラリーダンス、うん、例えば全く経験のない方が来ていただいても踊りを一緒に踊ったりできたりとか、うん、そういったことができる珍しいアート、やっぱ、うん、例えばバレエとかになるとそうもいかないじゃないですか、うん、やっぱバレエ3年やってないとちょっとできませんとかやっぱあったりする中で、コンテンポラリーは本当に何もやったことない、うん、おばあちゃんとかもやっぱワークショップに来たりしますから、うん、でそういったところでそういった人たちの、ね、生活をこうケアできるような、うん、あとこうフォローできてるようなアートとして、うん、まあもう一回コンテンポラリーダンスが再生していく、うん、チャンスという方はあれですけどもやっぱ感じざるを得ないですよね、うん、でやっぱ今からコンテンポラリーダンスの持ってる本当の強みが発揮されるタイミングが来たんじゃないかという、やっぱこれで社会貢献をやっぱしていけるようなアートとして生き残っていくっていうのは、うん、今一番このコンテンポラリーに可能性を見てるところ、うん、僕のっていうところですよね、うん、はい、ありがとうございます。すごく興味深い2つの点ご指摘いただいたと思いますけど、これ1点目はあれですよね、ある意味皆さんこうプロ意識をいい意味で持つようになったという、そうです、ええ、
ことでもありますよね、はい、でコンテンポラリーはそのマネジメントしたりプロデュースする担当の人がすごい少ないジャンルなので、うん、アーティストが自分たちでやんなきゃいけないんだけど、うん、まあ、そういう、ね、厳しいところなんだけど、そのアーティストさんとかその一緒にやってる、ね、こう仲間がそういうことを意識し始めるだけでも、うん、やっぱ活動は絶対変わっていくと思うので、うん、それはいいなという、うん、で2点目の方がよりこう深いというかですね、はい、これからの話につながっていくと思うんですけど、これはこういう理解でいいですかね。ある意味こう例えばコンテンポラリーダンスのグループも福祉の領域とかにこう入っていく可能性があるとか、そういうことも含んでるということですか。はい、はい、僕はそれが実はもうその後のこうビジョンを語る上のところに入ってきちゃうんですけども、はい、コンテンポラリーの可能性のもう最大の一つだと思ってます。うわ、それはすごい。ちょっと後でそこはじっくりお聞きしたいなと思います。はい、はいはいはい、お待たせしました。そしたら宇川さんですね、このコロナに向き合ったことによるチャンスということ点で、うん、ぜひコメントお願いします。そこですよね。チャンスってもともと僕たちライブストリーミングメディアを10年やってきたってこともあるので、むしろ10年前から予行演習してたっていうような印象がすごいあるんですよ。何を予行演習してたのかって言ったら、キャパ30人の狭いさっきの天窓さんの半分ぐらいのキャパシティしかないスタジオで、つまりはもう究極の3密空間から配信してたわけですよね、うん、で狭いってこと、3密どころか10密ぐらいの空間でしたよ。もうスタッフだけで十分3密っていう。だから無観客配信どころか無出演者配信じゃないとスタッフだけで密なんで、もしあそこのフロアに今もいたら活動が危ぶまれてたんじゃないかって思うぐらい狭かったんですよね。だからこそなおさらスタッフと演者だけでいっぱいになるので、普段から無観客配信ほとんどしてたんですよ僕ら。でそれを無料で配信していたってこともあったので、今みたいに投げ銭もないし有料で見るっていうようなこういう習慣は、コロナ禍で生まれたもので、それ以前でなかったんですよ。2018年にも19年にもそんなもんなくて、でそこでタフに 無観客で無料配信をずっと10年やってきた。でそこでようやく時代が追いついてきて今の自分たちがいるんですけど、かといって貪欲にストリーミングでお金を儲けようっていうことを活動をやってるわけじゃなくて、社会変革の一環として僕らはやってるわけなんですよね。だからこそそのライブストリーミングをパフォーミングアーツと捉えてるし、ライフログアートとして自分自身の生きた証を世界と共有しながら記録していくっていう活動をやってるわけです、ね、だから仕事ではなく活動をしてるわけなんですよ僕ら10年間、そういった角度から、うんうん、アートとエンターテインメント、つまりそのアーツカウンシル、東京さんが、うん、なんだろうな、のフィルターで語るとするならば、多分こういうことだと思っていて、一つはこのコロナ禍でテクノロジーが10年進化したって言われてるんですね、うんうん、でまあどういうことかって言ったら、その例えばクロッシングリアリティ的な表現っていうものがこんなにも急速に求められる時代はかつてなかったと思うし、うんうん、さらには、そうですね、ストリーミングする人が多くなることによってカメラもスイッチャーもガンガン売れまくっていて、かつてない売り上げを伸ばしていることによって、その進化が、カメラも、スイッチャーも安価になって進化していくっていうような、ことだったり、もう一つはあれですよね、そのリアリティの共有っていう意味において、例えばトラビス・スコットがフォートナイトでやったとか見てもらってもわかるんですけど、その現実体験っていうものが、実空間だけではなくて、バーチャル空間の中も、実空間の地続きとして皆が感じられるようになった、時代だと思うわけですよ。で、そこでチャンスっていうか、何をやっていけばいいのかって言ったら、ポスト、コロナ、そうですね、アフターコロナ、ポストコロナ、っていうような、ウィズアフターコロナか、っていう時代と、もう一つはポストパンデミックって概念。つまりパンデミック以降に何をやったらいいのかっていう、その一つの活動指針っていうものが大きく揺さぶられるような時代になったと思うんですよね。もう一つはグリーンカバリーっていう概念が生まれたことがすごい自分としては素晴らしいなと思っていて、つまり世界で同時にこのパンデミックが起こったってことによって、大量生産とか大量消費とか、大量廃棄っていう経済にこれから復興するのではなくて、
このなんか苦難っていうものをいかにあのバネにして、新しくその自然環境っていうものを意識しながら表現活動っていうものをしていけばいいのかっていうところに目を向けることができるようになったっていうことが多分本当の意味でのチャンスなんだと思うんですね。だからテクノロジーが進化する反動として、新しく環境、自然環境をいかに整備していくかってことを同時に考えながら表現っていうものをやっと世界中が、できるような時代になったんじゃないかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。まあ、このコロナがですねテクノロジーを10年分時計の針を進めたという、まあ、進化させたっていうのはすごく面白いなと思っていて、ね、多分まあテクノロジーだけじゃなくてなんかこう受け手というか見る側聞く側の感性やマインドもなんかこうちょっとチェンジさせちゃったようなところはあるような気がするんですよね。はい、で、まあ、今日はまあ、音楽とかそれからこう、うん、まあ、ドミューンという新しいオルタナティブなメディアとかコンテンポラリーダンスということで集まっていただいてますけど、例えば映画について考えてみても、はい、このステイホームの時期で、まあ、ネットなんとかとかこうなんとかプライムとかの加入者がものすごい増えてるじゃないですか。そうですよね。で、多分映画を見るっていう行為が映画館の暗闇の中で多くの人と時間と場を共有して一緒に笑ったり一緒に泣いたりみたいなことから、うん、家で見るみたいなね、またはスマホで見るみたいな体験になんかこう変わっていってると思うんですよ。多分今の子供は確実にもうスマホで映画を見ちゃってますよね。もしかしたら映画館で映画を見るっていうことがすごく、伝統的ななんかお作法みたいなことであるとか、または、今まであんまりなかったけれども映画館で映画を見ることを文化支援しないといけないような時代ももしかしたら来るかもしれないなとかね、うんうん、来るかもしれないですね。でさっきの冒頭の僕 の, プレゼンの、オチがやっぱりそこだったんですよね。で街頭メディアとしての拡大の後に考えないといけないのは何って言ったら、まあ、一番最初に映画メディアっていうのはエジソンがキネトスコープっていう覗き穴でねこう見るフィルムを回しながら見る方法を発明したんですよ。それが本当の映画の原点なんですけど、そこからスクリーンに映し出してみんなで見るっていうシネマトグラフ、ルミエール兄弟が生み出したんですけど、この2つに映像の表現っていうのは最初分かれたわけですよ。で現状はどうなってるかって言ったら、むしろエジソンのキネトスコープ的な環境の中の背景にたくさんの人が同時キネストスコープを見てるのでシネマトグラ的な体験ができてるっていう時代だと思う、うんうん、だからこの2つ の, 体験軸っていうものをいかに自分の見方に表現の見方につけて、可能性を探っていけるのかってことを考えていけばいいと思うんですよね、うん、はい、はい、ちょっと今後のビジョンの話はまたぜひ後でもう一回お聞きしたいと思いますけれども、はい、分かりました。お三方にその質問をする前にですね、視聴していていただいている方からちょっといくつか質問をいただいていて、ちょっとお答えが難しそうな質問もあるんですけど、一応いやいや無理に答えなくていいんですよね。一応ちょっと読んでみましょうか。これ大変な難しい質問です。皆さんにとって芸術文化の価値とは何ですか。またそれをどのように発信していけばよいのでしょうか。なんかこれに答えられたらなんかもはやここにはいないだろうみたいな質問かもしれませんけど、あとですね、ジャンルごとの特性や本質を意識しつつ広く一般に皆さんの活動を浸透させるために気をつけていること、実践していることはありますかという質問、うん、これもちょっと難しいな。まあでももし今後のビジョンの中でですね含めてお答えいただけるだったらぜひお答えいただきたいと思うんですけど、あ、これは勝山さん、はい、勝山さんにぴったりの質問が来ています、はい、よろしいでしょうか、はい、地方都市の文化会館に求められるプロデュース機能はどういったものが考えられるでしょうかという質問が来てますね、はい、勝山さん結構静岡とか地方の、事業のプロデュースにもかかってらっしゃいますよね、はい、福岡とか静岡、まあまあ、コンドルズ全体が日本全国でやってはいるんですけども、うん、多分なんですけど僕の見解としては今後すごい大事になっていくのが
そのやっぱ地方に住んでる在住者で、まあ、舞台やってる人もやってない人もですけども、うん、あのその人たちを使った作品作りっていうのをもうちょっと全国的に本格的に取り組むことが必要な予感がしていて、というのは、まあ、そもそもそういう流れはあったんですけど、結局そういうのって単発なんですよ、大体今までっていうのは、こう一回行って一回盛り上がってわーってやって終わっちゃうんですけど、そうじゃなくてそれを継続的にやっていくってことがものすごい大事になる予感がしていて、たださえ今回こうやってあのね移動の制限がある中で、やっぱこう各地方が自分たちのことは自分たちでやらないとまずくねっていう意識はやっぱ生まれてるところだと思うんですよね。でそうなった時にやっぱ東京のなんか売れてる団体が行きましたみたいのってちょっともうスタイル的に古いかなっていう、むしろまあそういう人例えば振り付け家でも演出家でもいいんですけど、を呼んで継続的に何か市民と一緒に作品を作ってくれないかっていうことが中心になっていく予感がっていうのを予感はしてるか、まあほぼなってきてる予感もしますよね。そうするとさっき、まあ、特にコンテンポラリーダンスの業界はワークショップとこう親近性っていうか、はい、そういった分野得意の分野じゃないか、はい、ということだったんですけど、はい、そういうワークショップとそういうのも組み合わせていく形になるんですかね。そうですね。で、まあ、ポイントはやっぱそれくどいんですが、そこを継続的にやるスタンスが地方の劇場に欲しいという、それを地方の劇場がプロデュースしていくい、ね、はい、地方の劇場が主体となってプロデュースするのがこっちが主体じゃダメなんですよね。やっぱ自分たちで全部やってるっていう自負を持たせないと、で結局そのプライドがないとこう続けていこうっていう意思も生まれてこないっていう、ね、そのために、まあ、東京在住のアーティストの、まあ、ある種のタレントを活用しようという。そうですね、まあ、ゆくゆくは絶対離陸してほしいんですけど、うん、なるほど、うん、ということでした。はい、はい、1個は答えたからまあいいかなって感じ。でもう一個だけ言っとくと、もう一個だけ言っとくと、はい、その作品はオリジナルであることが望ましいです。あ、なるほど。これは絶対です。コピーをやってしまってはプライドが生まれてこないの、うんうんうん。自分たちでどんなつまらなくても幼稚でもいいからオリジナルを作っていくっていう仕事を、うんうん、まあ、5年かけて着実にやっていくとか、そういった作業が、まあ、価値が出てくるなと。うんうんうん、なるほどね。あのちょっと前の時代にあの演劇ではそういうの一時期流行った時期なんですね。そうですね、うん、あのソートワルダーの我が町とかを自分の町版でこう演出し直してね、住民参加で作るとか、でもなかなかなぜか定着しなかったですね。そうなんですよね、うん、結局、まあ、これちょっとあんま言い過ぎるんですけど、結局行政サイトとかがきっと出資してるケースが多いじゃないですか、うん、でそうするとあんま継続的にやりたがらない傾向ないですか。あのずっと癒着っぽくなるとまずいからっていうような話も、ね、ちょっとダメですがこれなんでそこももうちょい10年ぐらいのスパンとかで見れたら全然変わるんだけどなっていう。そうですよね、うん、確かに10年ぐらいは継続しないとね。いや無理です、10年ないと、うん、そうですね、だいたい行政3年ぐらいでね。そうです、終わっちゃうから、うん、なるほど。ちょっとまた別の本質的な課題も今あぶり出されてるような気がしますけど、はい、はい、そうこうしてるうちにですね、結構いいお時間になってきましたので、多分もしかしたらこれ最後の質問になっちゃうかもしれないなと思いつつ、あの先ほどからちょっとあのフリーは出してましたけど、そういうコロナに向き合う中で課題やチャンスが見出される中で、今後のビジョンですかね、こういうことやっていけばこの業界もうちょっとなんとかなるんじゃないかとか、または、まあそこまで勝算確証がなくとも、こういうことやっていきたいみたいなことも含めてですね、ぜひあのそれぞれお三方からご意見をいただければと思います。また同じ順番で恐縮ですけど、須藤さん、はい。これ私先に聞いてもいいですか？すごい面白い展開になりました。はい、じゃあちょっと先に言っていいですか、ね？じゃあ福原さんどうぞ。そうですね。いやなんかね、本当にあの四谷天窓の須藤さんとコンドルズの勝山さん、すごいシンパシー僕感じるんですよ。なんでかって言ったら、すごく、そうですね、濃厚な、あの、お客さんとの関係性っていうものを保ってる表現をされてる方々だなと、うん、あの、お見受けしました。うん、で、僕自身も、その、やっぱりその、濃厚な、オーディエンスとの観客っていうものをいかに保ってこれるのかっていうことを意識しながら、これまでやってきたんですよ。で、あの、ライブストリーミングを中心に表現軸は存在していたんですけど、うん、ここのキャパシティがあって、お客さんをここの場所に呼んで、サウンドシステムとかを構築して、この現場体験っていうものをすごい重要に扱ってきたフロアであるってことも含めて、あの、勝山さんと須藤さんの、お考えと、そして、志、さらには、あの、体験談っていうものも含めて、かなり、そのリアリティが、重なる部分が僕あると思ってるわけなんですね。で、その流れの、
ではさっきもいろいろそのポストパンデミック時代に何をやっていったらいいのかというようなことを考えないといけないなっていう話をしてきたと思うんですけど、やっぱりここで重要なのがエデュケーショナルだと思うんですよ。でライブハウスから聴き手を教育していくっていう方法だっていくらでもあるし、あのコンテンポラリーダンスからエデュケーションに発展させていくっていう方法もいくらでも探れると思ってまして、でさっき介護と接続されるっていうお話とかもおっしゃっていたように、何かそのザ・フューチャー・イズ・アートっていうポスターが後ろに見えていますし、これがそのアーツカウンシルさんが掲げている今回のテーマであるというふうに考えるのであれば、やっぱり自分たちの表現というものをいかにその未来につなげていくか、そこでどういったその教育の概念というものを立ち上げることができるのかということをやっぱり考えないといけない時代になってるんだと思うんですよね。でなんでそんなことが言えるかって言ったら、完全にコロナ禍によって表現軸っていうものが、変わってくるからと思うわけですよ。でそこで見ていただきたいのがこれなんです、すごい、ここで出る、見えてる、バカダ大学で僕らはそのバカダ大学を開校したんですね。あの赤塚不二夫さんの不二夫プロと、はい、リアルバカダ大学でこれもう今ねコロナ禍においてあの、まあ、学校も大学あの義務教育も大学も今もう全てがオンラインの世界に移行したじゃないですか。でまだ大学とかも再開できてない大学ってたくさんあると思ってるんですけど、この赤塚不二夫さんのこれバカボンのパパが卒業した大学なんですよ、で港の西北早稲田の隣っていう効果があるように、早稲田大学の隣にあったのがバカダ大学なんですけど、今渋谷パルコの9階にバカダ大学があるんです、なぜなら僕らがやってるからですでつまり早稲田の隣はパルコだったのかっていう話もあるんですけど、こういった形で何をやって いこうかって言ったら、まあ一番最初に出ていただいたのは講師で、ムーンライダーズの圭一教授とケラ教授、教授の、それと春風亭昇太あの教授、あのこの人はあれですよね、あの商店の、石庭ですよね、司会の方です、が出て、ダダイズムとバカの荒野っていうテーマで講義をしてくださったり、あと次は東大の名誉教授の川口洋一郎先生を、まあ、とあの赤塚不二夫さんの娘さんの理恵子さんで、デジタルとバカの地平線っていうタイトルであの授業をやったりしてるんですよ。で養老孟司先生とか荒俣宏先生とかも多分絡んでくれることになると思うんですけど、まあ、どういうことかって言ったらこれは、じゃあ一旦切ります。どういうことかって言ったら、このせっか日本中の大学の、偏差値が高い大学の教授も文化人もみんなが一堂に会して自分たち の文化と、なんだろうな、学問をアカデミックに、赤塚不二夫世界に接続して、新しい学問を作っていこうという時なんですね。で僕らが多分その未来、これをチャンスにした上で未来として投げかける表現というのは、やはりこういった新しいエデュケーショナルな、世界観だと思っているわけですね。そこにアートがどう生きてくるのかっていうことをやっぱり探求して、今後活動していこうと思っています。いや、すごい素晴らしいですね。いや本当にあの実はあのすごいバカダ大学ですよ。私的なことですけど、僕の小学校時代のバイブルは天才バカボン。本当にやっぱりバカっていうのは大変重要な概念ですよね。めちゃくちゃ重要だし。やっぱり天才以上にバカになることの方が大変だと思う、特に未来性のあるバカというのは僕は世の中に大変重要な存在だと思っています。そうです、はい、でそういった子どもたちを育んでいこうとしているわけです。いいですね、はい、ぜひぜひ期待したいと思います、はい、よろしくお願いしますじゃあどうしましょう。勝山さんからいきます、さっきなんかあの質問があるって言ってますね。あ、いや、あの、うん、あ、聞いていいですかっていうのはお二人に話していただいていいですかっていう意味だったんですけど、なんかあの、私
今後のビジョンにちょっとまだ確信がなくって、うん、まだ課題というかチャレンジの途中なんですよね、うん、そう、なんかみんなで楽しんでみんなで共有するっていうのをやりたいんですけど、うん、でもアーティストはアーティストでなくてはいけなくって、うん、さっき言ったみたいな見せ方をいろいろ工夫したりとか、うん、今もたくさんコメントくださってるのは大体四ツ谷テーマズのお客様なんですけど、こういう距離感でやり取りをしていきたいし、ずっと一緒に楽しんでいきたいんですけど、それでいて近すぎてはいけなくて、ミュージシャンに対してリスペクトがある状態でいたくって、それをなんか、うん、一緒に考えてる立場としては、これは近すぎ、これは楽しいみたいな、大きくは面白いことは何かを続けていきたいし、面白いことに対して価値を見出していきたいんですけど、ミュージシャンはミュージシャンでなくてはいけないっていうのがすごい付きまとってるので、どうですか？じゃあここからはちょっとアーツ東京とは離れて、須藤さんの個人的お悩み相談ということで、ぜひ、まあ、私の個人的っていうか、表現をするものとして難しい。おっしゃってることすごいわかりますよ。すごいわかりますよ。いや本当にその通りだと思うんですよね。だからアーティストも魂売れないので、セルアウトせずとしてどうやって活動を続けていくかってことですよね。そうですね。得意な人はもちろんたくさんいらっしゃるんですけど、新しいことに挑戦するのはどんどんしていきたいけど、不得意なことをやることを強いるような感じだと良くないので、すごい考えてますずっと。いや、その通りだと思いますよ。なんか今ってそのアート表現をすることに付随してそれをストリーミングしないといけないから、カメラも上手くならないといけないし、うん、スイッチングも上手くならないといけないみたいな、何か別の任務っていうものが加算されてきてるんだと思うんですけど、その必要って果たして あるのかっていうことなんですよね、結局は。で、僕らもともとカメラとかスイッチング前提としてやってた表現なので、それでいいと思うんですけど、そこを全員が探求しないといけないって言ったら、やっぱり本末転倒になってくるから、やっぱりそのあたりをいかに、その、そうだよな、システマティックに作れるのかっていうことは、すごい大事ですよね。だからさっきおっしゃっていたように、ミュージシャンはミュージシャンでなければいけないっていう、すごいグッときたんですけど、本当に現代アーティストもアーティストでなきゃいけないんで、だからどうやって魂を売らずに表現を続けられるのかってことを、常に自問自答しながら考えてる毎日です、僕も。はい、じゃあ勝山さんもそうでしょう、ちょっと人生相談コーナーで勝山さんのビジョンの話はまた後でお聞きしますので、一応僕もバンドをやってる身なのでやっぱセルアウトはしたくないという気持ちは常にありますけれど、ねえ、まあ、だからといって全く売れてないバンドやってますから、いやでもうちの四ツ谷天窓の箱自体が大きなところに出るための足がかりみたいなライブハウスなので、同じ立場って言ったらちょっと違うと思いますけど、なんかちょっとこの間堤恭平さんの特番ちょっと見てた時にちょっと感動したんですけど、堤さんってあれだけヒット曲持ってるじゃないですか、でなんかこうポリシーがなんか読んでたらですけども、その見てたらですけど、常に1位を取らなきゃ気が済まないっていう、っていうすごいこと言ってたんですよ。あれだけずっとこう年を召されても絶対1位取ると俺はっていうのをずっと言ってたらしいんですけど、なんかそういうのはちょっとだけ僕はグッときちゃうとこがあって、まあ、だからって何ができるわけでもないんですけど、僕はその今僕が考え、個人のバンドですよ、これ個人のバンド、超売れてないバンドの話ですよ。僕やっぱ1位取りたいですっていうことだけで頑張りたいかなと、バンド活動ですだけ、他のことは違う、すいません、他のことはいろいろ考えますけど、わがままを言えばっていうことを大事にしてもいいのかなとかちょっと個人的には思いました、だからそのためにはいろいろね苦手なこともやってみようかなみたいなのは思いましたぐらい、バンドで今のすいません、そうですね、ミュージシャンなので、はい、ちょっとしたです、はい、いやすいませんいい、はい、じゃあですね、実は当初の予定今ちょっとオーバーしてるんですけどぜひちょっと勝山さん、さっき話途中になっちゃった、はい、その今後の興味深いビジョンのお話、はい、コンテンポラリーダンスがもっとね他の領域にこう
行くみたいな話なんですよね、はい、ぜひそこをお願いします、はい、まあ、先ほどの話と被るんですけど、やっぱそのコンテンポラリーダンスの良さはやっぱ誰でも入り込みやすい、間口が広い、敷居が低いっていう良さがあるので、やっぱそれを最大限に生かせるっていうのがやっぱその福祉の領域かなと今は僕は思っていて、やっぱその障害者とか、あとは小さい幼児、あとはまあ高齢者の方々、あとは地方の在住者の方々、うん、まあ、コンドルズは実はもう10年前からその埼玉県と組んで、あのハンドルズっていう障害者チームをずっと作品を作り続けてるんですが、まあ、あと NHK のエデュケーショナルさんってとこと一緒に子ども向けのアソイクっていうゼロサイズから入っていい舞台もずっと作ってるんですけど、まあ、やってきたもう10年ぐらいやってるの で、うん、でそういった中でやっぱ、あ、これはコンテンポラリーダンスってこういうところに本当に向いてるんだなっていうちょっと自信はあるんですよね、うんうん、でそういったものがやっぱこのジャンルとしてこのコンテンポラリーっていうかなり危ないジャンル、うん、存在の危機が迫ってるジャンルはやっぱ全体的にシフトしていく、うん、そういった方向に、うん、でそれもコンテの強みなので、うん、そこをもっと大事にした方がよくて、でこのまあ舞台芸術全体もそうなんですけど、特にコンテンポラリーはほぼ今あれなんですよね、退却戦なんですよね、うん、攻め込んでるタイミングじゃなくて退却戦でいいとこにオチをつけなければいけないジャンルになってて、うん、で退却戦っていうのは勢いじゃできないと僕は思うんですよ。やっぱ緻密に計算してこの辺でやっぱまとめなきゃっていうとこをがっつりやるっていう戦略が非常に僕は必要だと思っていて、で僕はこのジャンルは可能性があると思ってますから、うん、そこに向かってやっぱもっとそう、まあ、まあさっき言ったビジョンをちょっと作って福祉との連動をしていいとこに落ち着ける、で社会に必要とされるアートになるっていう、これ非常に戦略的で嫌な話かもしれませんけど、ただこのまま本当に客も来ないし、なんだか分かんないことやってる人たちって言われたら、まああと5年ですよ、もって多分。ということで、やっぱこのジャンルの大事なところを伸ばしていくためには、やっぱ戦略的に社会に必要とされるアートとなるってことがもしかしたら今一番必要なのかなと思っています、コンテンポラリーは、はい、あれですよね、先ほど勝山さんやっぱり舞台作品を作っていくためにはかなりのお金がいると、で、まあ、それ日本の場合だといろんな助成金をもらいながらやっていく形になりますけど、ね、例えば文化庁予算、はい、年間1000億じゃないですか、はい、でこれ政府予算の 0.1%、はい、でこの額も割合も先進国の中で最低なんですよ、はい、で一方で日本の厚生労働省予算っていうのは30兆を超えてるんですね。でこれどんどん増えていくわけです、当然日本高齢化していきますから、はい、そういった意味で言うとこの福祉の領域っていうのは非常にある意味、新しい作品を作るにしても活動資金にしても大きな、フォーカスというかね、ターゲットになり得るという感じがしますよね。あとまあ教育もでかいですよね、うん、そうですね、うん、バカタ大学みたいな、ね、はい、バカ大学です、憧れですちょっと、はい、というわけでですね、実は当初の時間もオーバーしてるんですけれども、せっかくなので最後に皆さん方に最後の一言だけいただいて、このセッションをクローズにしたいと思うんですけれども、いかがでしょう、もう順番はちょっともうどんな順番でもいいかなと思うんですけど、どなたか、はい、いいですか、じゃあ宇川さんから、はい、はいはい、やっぱりさっき、勝山さん面白い発言をされていたんですけど、そのコンテンポラリーダンスの魅力を、大衆にやっぱり広めていくことの可能性ってかなり重要だと思うんですよ。それはやっぱり自分たちの活動を、守り続ける、もしくは活動をするために、特定多数の人に知っていただくってことは、大事だと思うんですけど、かといってセルアウトは、したくないっておっしゃられながらも1位取りたいっていうすごいカオティックな話をされていたんだと思うんですけど、なんかね、でもね、僕そこにヒントがあるような気がしていて、堤恭平さんっていうのは1位っていうのはオリコンで1位になりたかったわけなんですよね。はい、だからつまり、はい、自分が制作した楽曲の7インチが、売れてほしいっていう欲求があったんだと思うんですけど、それって何かって言ったらやっぱりマスの理論だと思うんですよ。大衆にいかに響く曲を作っていくのかっていうことを、堤さんは探求され、それを科学的に立証された方だと僕は思ってるんですけど、やっぱりここで読み間違えないでいたいなと思うのは、自分たちの受け手がどこにいるかだと思うんですよね、うん、でそれが、大衆イコールマスなのか、うん、そうではなくて、現代アートのようにコアな、支持者なのか、現代アートってマスじゃないから価値があるわけですよね、うん、でいて
なんだろう、美術史っていう歴史時間軸の中で、だからこそオリジナリティが生きてくるんだと思うわけですよ。だけどやっぱりその大衆っていうことをその受け手のイメージの中として持つならば、それってデザインになるわけですよね。社会的にいかに機能するのか、そうですね、メディアアートのキラーワードで最近社会実装って言葉を使う人が増えてきたんですけど、社会実装って言葉を使ってる人は信用しないようにした方がいいと思う。すごいすごい使いやすくて助成金を集めやすい言葉だからですよ。で、社会に実装するものがアートなんじゃないんですよ、本当は。本当はね、実装されるものってアートではまるっきりないと思っていて、それはデザインなんですね。実装されないものがアートなわけですよ。つまり、その売れたい、僕らもたくさんの人に見てもらいたいから、ビューアー数を稼ぎたい欲求はあるんですけど、そうじゃなくて、その、10人しか見ていなくても、それが熱烈な支持者だったら成り立つマーケットがアートなわけです。うん、この2つのマーケットを読み違えずに、うんうん、その2つのマーケットを意識したら、自分なりの価値方を、見出していくっていうのが、やっぱり最も重要なんじゃないかなと思うんです、ね。はい。なるほど、いいですね、自分なりの価値方っていうね。そう、自分なりの価値方、うん、で価値方それは動員至上主義に埋没しないってことですね、うん、価値方どんどんその世界に今引っ張られてるんで、うん、あのコロナ禍以降ネットが大変なんですよね。そうですね、価値方は一通りじゃないわけですね、はい、一通りじゃないです、多様にある。そうです、無限にあります、うん、はい。どうでしょうお二人、うん、会場のお二人。そうですね、じゃあ僕いいですか、先に。はい、なんかまあさっきそのちょっとそのあれです、あの福祉の話をしてしまったのであれですけども、なんか僕がまあ、まあ、あの本当宇川さんの話ももう痛みこうグッとくる感じなんですけども、あのこれやっぱ結局その福祉ってじゃあ障害者だこうね、幼児だ高齢者だってやっていくことってすごい生活に根ざしたことで多分地味なんですよ。なんですけど、なんか多分ですが、一番僕らコンテンポラリーっていう、あるいは舞台芸術とかに求められてるのは、地味で地道でいいっていう価値観をもう一個根付かせる、うん、で地味に地道にやって着実にやっていく、うん、地味に地道に着実に、うん、みたいなことを活動の趣旨にしていけたら僕らは少なくともいいかなと思ってます。もうなんかこうすごいビッグな成功があるんだみたいのって多分もうないっていうか、そういうのを求めるジャンルでもないし、そんなものが時代に求められてるとも全く思わない。もっとやれることがコンテンポラリーには逆にあると、でそれでいいじゃないかっていうようなとこですかね。なるほど、いやこれからのコンドルズ楽しみですね。はい、はい、なんか番組の終わりみたいな感じだけどそうじゃなくて鳥があります。須藤さん、最後になっちゃった。まとめるの難しいですね。まとめなくていいです。まとまらないんですけど、うん、お二人の話を聞いてあんまり暗いことばかりではないなと思うんですけど、やっぱり私は私が接してきたサイズの中で、あの活動しているアーティストのことがずっと、心配と言ったらおこがましいですが、ちょっとずっと気になっているところなので、うちも閉店してしまったし、表現する場所が減っていくことによって彼らが変わってしまうんじゃないかな。変わってしまってもいい変わり方だったらいいんですけど、なんか例えばライブをして音源を発表して MV を作ってっていうことは、それをやりたいからやっているわけであって、なんか音楽だけで食っていけないから仕事をしているとかそういうことではなくって、音楽をするために仕事をしている人もいっぱいいるし、それが自分の表現でありアートだと思うので、なんか自分がやりたいことと、さっき私が不得意っていう言い方をしちゃったからちょっとややこしくなっちゃったんですけど、自分に似合うことを自分でちゃんと知っていてほしいなと思っていて、そして自分に似合うことから外れないでいてほしいなと思っているんですが、
私最後になったの大変なことですね。いいじゃないね、ミュージシャンの方にこうありのままに生きてほしいという、うん、そうですね、なんかミュージシャンをやりながら月いくら稼ぎたいとかそういうことってあんまないと思うんですよ。なんか何時間働いてとかっていうのと全く違うことなので、うん、でも音楽をしていることとか、私は演劇の方ともよく関わってきたんですけど、それをやること自体は、生活とか人にとってマストで大事なことではないと思うんですけど、その人自身にとってはマストで大事なことであって、なんか月いくらとか何時間働くとかそういうのとはかけ離れてるんですけど、絶対にそこを捨てない、捨てる選択をなんか諦めとしてはしてほしくないというか、これからも楽しくいようねという気持ちでいます、はい、ポジティブにいきましょう。はい、特にね今日ゲストの男性陣お二人は超ポジティブな感じの二人でしたから、ね、本当になんか怖くなくなりました、ね、お二人とも、とても面白いですね、はい、あんまり真似しちゃダメですよ。はい、今日すごくとっても素敵なゲストのお三方と、今までトークしてきましたけれど、だいぶちょっと時間も過ぎてしまいましたので、これで配信は終了させていただきたいと思います。どうも皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。で視聴されている皆さん、最後に簡単なアンケートのご協力をお願いします。リンクはですね YouTube の概要欄にあるとのことです。ぜひ今後 のこういう番組作りの参考にさせていただきたいので、ご意見を聞かせてください。またこの次回のフォーラムはですね、来年年明けの3月頃に予定しているとのことです。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。またまた。